何系ですか？今回はコンボですね。コンボデッキ。コンボです。ほとんどもう水しか入ってない。水、なるほど。ドローして。ドローして、もう終わらせる。なるほどな。お願いします。最初はグー、じゃんけん。はい、はい、これでしょ。なるほど。じゃあ俺から。ゆっくりめですね、今回は。ゆっくりめ。はい。それは助かる。これなぁ、わかんないんだな、相手のデッキがわかんないと何を埋めていいかわかんない。まあ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 。まあまあまあ。はい、とりあえず多色を埋める。なるほど、ドロー。じゃあ、カースペルブルー置いてみる。はい。ドロー。やばい、ジャスミンじゃない。エンド。ドロー。なるほど。目的不明置いてエンド。ああ、それよく売れてるカード。ドロー。ここまではまだ謎っすね、本当に。三マナ。はい。お清めトラ。なるほど。ブースト。ブーストして終わり。ドロー。まだまだゆっくりめで。エンドです。エンドスタンドクイッドロー。うわ、どうしようか。相手のデッキが分からないから埋めちゃう。はい、カツドン。はい、こうか。オンブスト、オンズイ、オンブです。ドロー。タイムドです。あ、ノーデータ、それもよく売れてるな。これはすごく強いですね。なるほど。セット。はい。6マナで深海サーチャー。はい。これ強い動きじゃないですか、これ。ちょっとまずい感じですね。あ、もし死んじゃうか。何かを秘密裏に手札に加えました。なるほど。謎。うん。こっち有利だから殴ってていいんじゃないかな。一旦。そしてアタック時、マナブースト。出ます、うん。はい。終わり。ドローして、チャージで、このデータで、はい、ターンエンド時、能力で、埋めて回収します。なるほど、なるほど。エンドです。おそらくそれはトリガー。いや、わからないですよね、それは。そういう感じだよね。ドロー。ノーデータ。あれが引けないと。ノーデータ厄介だな。よし、チャージなし。はい。ポリシー。ポリシー。4マナポリシー。受けられるか。残さない。そしてまだこっちは2体優勢だから殴ってく。どこ殴りますか。まあこの立ってないやつにしとこうかな。これで。はい。おお、なるほど。さっき埋めてたやつじゃないやつ。なるほど、なるほど。最初でまたこのさっき埋めてたやつじゃないやつ。パワーなすで。4000です、うん、ちょっと考えます。ここで考えます。あ、忍者的な何かを持ってる。あ、行きます、うん、トリガーで、はい、これはツードローの方で、はい、ツードロー、はい、これちなみに死んだんですね。死んだカード、はい。ツードローか何するの。相手のクリーチャー2体も選んで、うん、次の自分のターンの始めまでそのクリーチャーアタックもブロックもできない。なるほど、まあ、なかなか使いやすそう。そうですね。ドローして、じゃあ6マナ竜素記号 SB 竜位相召喚します。はいはいはい。まあ大変です。ドロー。これスピアート出せば勝てちゃうんだよね。いや、わかんないです、それは。
これに隠されたテキストがあったりする結構いろいろあるの重要っすね。でも7000だからあれだね、カツキング出れば熟れる、熟れますね、熟れるけど今はねアウトローがいるから出せないっていう状況。アウトロー、なるほど、自爆しないと。まあいいや、まあ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 、そこに取る、これ負けです、はい、じゃあお持ち通します。7を出ます。で、こいつの能力あって、はい、自分の手がない呪文は全てストライクバック同文明を持っているってことなんで、うん、このシールドをこう墓地に置くことによって水の呪文を自分の手札から唱えることができます。インジブルテクノロジー、うん、インジブルテクノロジーの能力で自分のようだから好きな枚数手札に変えることができます。ちょっとテキスト読んどきますね、これ、はい、ちょっとめんどくさいというか難しい。ストライクバック同文明を得る、なるほど、捨ててもよい。そうしたらコストを知らず、まあこれでいいっす。なるほど、じゃあこれ回収します。捨てたカードをこれ回収します。はい、これがそんなカードだったの。そうっす、好きな枚数変えられる。この13マナのカードをノーコスで使ったってこと。そうそうっす、はあ、好きな枚数選びってフライン変える。そうですね、めちゃくちゃなこと今手段、まだもうこれに切れそうなんです、はい、はいはい、で何するんですか。で、受けました。で、まあ、あなたと思います。これなんか立ってるからな。これ殴らない方がいいんじゃないエンドエンドっすか。ちょっとひよった。じゃあアンタップしてドローします。だってエンドし続けてもう山肌切れでね。そうですね、終わらせる流れもあるからね、と思いますって言って、じゃあ置きます。もうマナは溜まってるんで7マナ一応確認して7ですね。はい、 X ではないよね。 X じゃないですね、青だからね。じゃあ7マナでコードネーム iPhone ミラテン召喚します。ああ1マナ、はい、ああこれどんどん打つでしょ。タップします。特殊勝利のやつ。そうですね、アンドローしてターンエンドします、はい、で、はい、こいつの能力で、はい、テーダーがターン終了時にテーダーが10枚以上あれば勝つ、デュエルに勝利します。まあ、20枚なるほどなるほど、これで終わりです。そういうことか。そう、これちょっと昔からねちょこちょこ売れてて気になってた。なるほど、特殊勝利のカード、面白いですね。なるほどね、このシードですよ。そりゃ揃うわなそりゃ10枚になるわな。なるほど、こんなもんですね。ノーデータでも、うん、そのターン終了時に加える能力でこのリュウイソン能力がまた発動できて、そこからその13マナのこいつ打ったりとかできるので、うわー、コンボ、ほんとコンボできてしたね。そうですね、はい、ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたかつみを出たけ